ちょ、こんにちは。はい、はい、豊さん、はい、来ましたよ。はい、来ましたね。3連戦を振り返るの時間です。はい、はい、まあ阪神がマジック23、うん、まあ確実に減らしてるというね。本当着々と減ってますね。本当だね、うん、で、まあこの3連戦3日間、うん、アクシデント、怪我ちょっと多いな、ね、まあそういう話題になると辛いな。なんかね、まあ、例えばグリフィンがね、うん、ね、練習中にボールを頭に受けて先発を回避したとかね、まあいろいろあったし、なんかあんまり大きなアクシデントがちょっと続いてますかね。まあそうだね、うん、まあちょっと怪我には注意してほしいなというふうには思うけど、はい、まあ、大谷もねちょっと怪我したんで。いや本当ですよ、びっくりしましたね。そうだね、うん、だからまあ今後どうなるか、打者戦に専属というか、まあ、今シーズンはそうなっちゃうんでしょうかね。まあまあそうなるね、登板はもうしないっていうふうに明言してたから、今後も気になりますね。まあ、そうそうそうだね、うん、はい、ということでそれはなんか豊さん別で動画撮ってる、ね、動画撮ってるんですよね。そうだね、はい、はい、それを見ていただければ。はい、で慶応107年ぶり優勝おめでとうということで。おめでとうございます。本当にね、まあすごい快挙というか、そんな前まで遡るんだっていう気もしますけどね。あのいろいろね、横浜高校との決勝で、うん、いろいろ物議があったりとかして、うん、ありましたね。でも横浜の高校の分までね、うん、なんか頑張ったようなそんな大会だったと思うし、ね、今回は ね、キャプテンの子がね素敵なコメントを言ったんでしょ、うん、本当になんかもう彼はどうしたらこんな子供に育つんだろうってねもう感心しまして、うんうん、なんかガッツの塊みたいなね。そうです、そうです。戦ってる時はね、キャプテンにぴったりな性格なんでしょうし、うん、そうだね、こうコメントも本当しっかりしているので、自分の中でね、うん、こう確立されたものがあるんだろうなということを感じましたけど。そうだね、うん、まあ、やる前はね、まあ、仙台育英が昨年優勝してるから、うん、まあ、その経験というものを買ってね、うん、まあ、仙台有利かなっていうふうに思ってたけども、そうですね、あの丸田君の先頭打者ホームラン、いやーすごいね、あれは効いたね、うん、本当に。もう丸田君はそれ以外のことでも今回ねすごい話題になってた選手なので ね、イケメンとかでってね、王子様でね。そうだね、うん、まあまあそんな甲子園も終わり、はい、ね、まあ、いよいよプロ野球もクライマックスに入っていくという、ね、ね、はい、今日も看板やちいちゃん、うん、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、はい、セリーグ、まずセリーグからです。はい、はい、こちらね、阪神と中日は2試合だったんですけれども、ね、はい、他のカードは3試合ありまして、はい、DeNA と広島は広島の2勝1敗の勝ち越し、はい、阪神中日は阪神の2連勝、はい、巨人とヤクルトは巨人の3連勝という結果になりました。ね、はい、はい、ではまずは DeNA 広島、うん、今永、浜口、東、はい、広島は栗、大瀬良、床田、はい、ね、いいピッチャーが投げるね、うん、この3連戦、1試合目5対0、うん、広島、はい、これはね初回堂林のツーランなどで、うん、一気に4点取るんだよね今永から。ね、でその堂林、4回にも2打席連発ソロホームランで、うん、まあ、5点をもう一気に取っちゃうということでね。で栗はこの試合完封、うん、9回128球7安打8奪三振、うん、はい、無四球無失点というね、まあ、見事な完封だったんだけども、はい、この試合は何といってもやっぱ先発ピッチャーの出来だろうね。うん、で今永が5回96球7安打8三振、うん、まあ、三振は結構取ってんだけど、うん、5回を投げた割にはね、うんうん、で5失点という、うん、で気になったのが立ち上がりやっぱまっすぐが全然走ってないんだよね。うん、でどうしたもんかなと思いながら見てたらやっぱり4点取られて、うん、でまあここら辺疲れって言ってももうそんなこと言ってる場合じゃないしね、うん、やっぱりDeNA が上に行くには、うん、今永、バウアーが負けないということがね、うん、そうですね、うん、大前提にあるから、うん、もうちょっとだから今永頑張れと、ね、でも栗はこの暑い中ねよく完封したなっていうふうにあっぱれというね、ね、まあ、感じだったんだけども、まあ、DeNA、うん、まあ、ここでねあのアクシデントとか怪我とか言ってたけども、うん、この日1番に入った梶原 DeNA が、はい、これは最初にヒット打ったんだよね、うん、そしたらすぐダイソー送られてベンチに引っ込んだという、う
足首をちょっとひねったんじゃないかっていうね、守備の時にね、うんうん、まあ、そういうアクシデントがあったというね、まあ、そういう試合だったけども、ね、ちょっと続くとね、そうだね、チームにとってはかなり痛手ですよね。まあ、石井拓郎コーチがね、はい、この梶原っていうのはすごくいいですよっていう、うん、まあ、もちろん、ね、ルーキーの時から俺も見ててね、うん、ああいつ出てくるのかなって楽しみにしてたんだけども、うん、今年2年目ですよね。まあ、そうだね、うん、だけどちょっとこの怪我っていうのはちょっとまた痛いかなっていうふうに思うね。本当ですね、はい、うん、で2試合目、はい、5対2広島、はい、で2対0から3回、まあ、DeNA 佐野がツーランホームランで同点にするんだよね、はい、やっぱ宮崎がいない時にさ、やっぱ佐野がどれだけ頑張ってくれるかということだから、うん、はい、まあ、佐野にツーランが出たっていうのは大きいしね、うんうん、まあ、よかったなと思うんだけども、はい、まあ、しかし6回、まあ、同点から大瀬良の代打田中が、はい、まあ、浜口から押し出しのフォアボールを選び、うん、勝ち越しに成功するんだよね、はい、まあ、しかしねその前に、うん、あの林のところに飛んだんだよ打球が、はい、でねそれをね三塁ベースを踏んでファーストに投げてゲッツーで終わりだったんだよ、うん、でもその林がねちょっとファンブルして、はい、ゲッツー取れなくてランナー残っちゃって、満塁から押し出しをしたという、うん、まあ、だから浜口もねそんなに悪くなかったんだよね、この日はですかね、うん、で7回は、うん、まあ、小園西川松山などで2点を奪われ、うん、勝負ありなんだけども、はい、まあ、浜口5回3分の2、7安打、うん、まあ、2四球、うん、まあ、浜口にしては本当にねよく頑張って投げたと思うんだけども、はい、まあ、3失点してて、うん、まあ、自責は1というね、はい、1という、まあ、林のエラーがちょっと痛かったかなっていうね、うん、まあ、思うんだけど、まあ、林も本来ショートの選手でね、まあ、宮崎の離脱で、まあ、サードに回ったけど、はい、まあ、サードの守備がちょっと慣れてないかな、うん、やっぱりショートとサードっていうと結構違ってきますかね。もうね距離感が違うから、はい、やっぱ打球の処理の間合いとかも変わってくるんだよね、うん、だから林って上手い選手だし、うん、俊敏な選手だから、うん、その打球に反応して取れると思ったんだろうね、うん、でもその前にねちょっとアンツーカーでちょっとボールが上がってることも確かなんだよ、うん、でもあのぐらいはやっぱり内野手だったらさばかなきゃいけないというね、なるほど、まあ、打球だったけどもね、はい、で大瀬良が、うん、まあ、5回、うん、90球4安打、はい、まあ、2失点、はい、まあ、DeNA をお得意さんとしてて、うん、21年から DeNA 戦に対して9連勝してるんだよね、うん、大瀬良は DeNA 戦が好きなんだろうね、うん、横浜スタジアムとか DeNA 戦がね、逆に DeNA は大瀬良投手嫌だなみたいな感覚もあるんでしょうかね、その、まあ、そんなにもないと思うんだけど、うん、結果的に負けてると思うんだよね、なるほど、そんなにね打ってないっていうイメージはないのよ、うん、いやだからまあその投げ合ってるピッチャーがもっと頑張れるかなっていうような感じはするけどね、うん、なるほど、はい、はい、で3試合目、うん、3対1 DeNA、はい、まあ、連敗止めました、うん、ね、まあ、DeNA の方が初回満塁のチャンスを潰すんだよね、はい、で重たい雰囲気があって、うん、まあ、チャンスの後にはピンチあるかなっていうふうに思ってたんだけども、はい、まあ、先に取ったのが DeNA、はい、2回太田のタイムリーで先制、うん、3回には外のツーランホームランで、まあ、突き放すんだけども、はい、まあ、やっぱりこうチャンスの後にはピンチあり、ピンチの後にはチャンスあるということで、うん、やっぱ初回のね、重たい雰囲気があったんだけども、取れない、うん、まあ、太田、外がね、それを払拭してくれたというね、はい、まあ、その3点だったんだけども、うん、まあ、7回は西川二塁打、続くデビッドソンがタイムリーで、あ、来るかなと思ったけども、うん、まあ、さすが東だね、うん、後続をピシャッと抑えたというね、うん、でその東、うん、7回97球5安打1失点、はい、床田5回79球7安打3失点という、うん、で、まあ、同じ10勝してる投手の投げ合いで、うん、まあ、東が勝ったことによって11勝ということで、ね、うん、原単独のトップに立ったというね、はい、
でよくね10勝してねほっとしてね、うん、勝てなくなるピッチャーっているんだけど、うん、やっぱ今年の東はやっぱこう違うね。なるほど、うん、やっぱこう目が生きてるというかさ、うんうん、まあ床田もそうなんだけども、はい、床田はね今日ね緩急があんまりうまく使えなかったのよ。だからちょっとあの2回3回と捕まったけどもね、うんうん、まあ東は本当にあの向かっていく気持ちが強いというかさ、うん、でこの前の熱湯があって、うん、でまた今日でしょ、うん、でこの前は足を釣りながらみたいなこともあったし、うん、でもそれでもへこたれないでしっかりゲームを作って、うん、10勝原とトップに立ったということはね、本当に今年の東はよく頑張ってるなって思うよね。うん、で広島の方、はい、矢崎ターリーがいないんだよ。でリリーフ陣がちょっと手薄になってて心配だったんだけども、うん、アンダーソン森浦がね、うん、頑張りだしたね今度はね、はい、うん、だから結構層が厚くなってきたなと思って、うんうんうん、で栗林も、うん、新井監督がうまく使って使いながら結局抑えにまた戻したからね、うん、だからここら辺のその新井監督の手腕というのはまあ立派だなっていうふうに思うし、うん、DeNA の方は矢崎がやっぱこう、はい、ちょっと失点したりとかしてね、うん、ちょっとあんまり状態が上がってこないんだけども、うん、まあ、しっかり上げてね、これからもう佳境になってくるし、うん、もう競り合いになったらどん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 投手も突っ込んでくるだろうから、はい、まあ矢崎には頑張ってほしいなと思うね、うん、はい、続いて阪神対中日、はい、阪神西勇輝、うん、大竹、はい、で中日は涌井小笠原、うん、試合目4対3、はい、阪神、うん、まあ、3対2で迎えた7回、まあ、中日にリードされてたんだけどもさ、うん、森下が同点2塁打、はい、ね、このバーッとの先っぽでねしぶとく持ってったよ、うん、ね、で延長に入り、はい、近本ヒット、中野森下が連続のフォアボール、うん、ツーアウト満塁から大山がさよならねえ、うん、とピッチリと決めましたね。もうね打つと思ったよ大山ね、言ってましたね、うん、これはねこれは決めるなとか言って、ね、そうでしっかり自分のカウントを作りながらね、うん、ボールを見極めながらしっかり振った見事なさよならヒットだったよ、うん、で阪神はこの試合で9つのフォアボールを選ぶんだよね、はい、だからそのサヨナラのチャンスでもさ、うん、中野森下が連続フォアボール、このフォアボールもただ単にピッチャーが荒れたんじゃなくて、うん、臭いボールはファールで逃げながら、うんうん、で落ちるボールは見極めてで連続のフォアボールを取って大山に繋いでるわけよ、うん、だから、まあ、中日が9つのフォアボールを出したと言っても、うん、この阪神の粘っこさ、こういうのがすごいなというふうに思ったね。なるほど。でそれと10回、うん、ワンアウト1、2塁から島本に投手交代するんだよね、宇佐美に対してね、うん、でその宇佐美を三振に取って、はい、2アウト1、2塁になったんだよ、うん、で続くバッターが木下、うん、で1回マウンドに出ていくんだよね、ピッチングコーチが、はい、岡田監督の指示を与えに、うん、まあ、おそらくねピッチングの投球パターン見てるとこういう指示だったと思うよ、低めに落とせって、うん、それを振ってきたらいいけど振らなくてカウントが悪くなったら申告敬遠すると。なるほど。でカウント悪くなって申告敬遠したんだよ、はい、だけど普通しないんだよ、うん、ここで2アウト1、2塁で申告敬遠したら2アウト満塁になっちゃうんだよ、塁進めますしね、そう空いてないので、そう、うん、でも申告敬遠をし、うん、続く溝脇、はい、でね中日の方は選手を使い切って、うん、代打がいない状態だったんだよね、はい、だから溝脇を立たすしかなかったんだよ、うん、でサードゴロに打ち取り、まあ、勝利をするというさ、うん、だからこの監督の采配が度胸が据わってる、うん、普通はワンナツーアウト1、2塁からわざわざ満塁にして申告敬遠しないよ、うん、まあもう無理してでも木下と勝負いったかなっていうふうに思うけど、うん、でもしっかり意図があるよね、自分の中で多分明確なんでしょうね、明確なんだ、こうなったらこうしようっていう、そうはっきりしてる、うん、だからもう3球ぐらい落としたのかな、うんうん、まあ、それで木下も反応しなかったから、うん、うちに来たんだけど反応しないから、うん、だからもう申告敬遠ということ、うん、だから見事なねこれ延長の
立ち方だし、うん、まあ打者陣が見事なあのフォアボールの選び方だったよね、うん、これ、はい、戦っている中日サイドも、うん、ここで申告敬遠って多分意表もつかれるっていうようなこともありますよね。まあでもね、ボール2になってから次のバッター溝脇って見た時に、うん、やっぱり左対左でなかなかあんまり立ってないし、うんうん、打席の数が少ないからだからまあそうするのかなとは思ってたし、うん、で島本に対してやっぱ岡田監督は信頼感があるよね、うん、あの絶対打たれないというね、うん、だからそういうなんか気迫めいたものを感じた。なるほど、あお見事でした、うん、はい、はいはい、続いて7対2、うん、阪神、うん、2対0から投げた4回、うんね、これもリードされてるんだけども、サトテルがソロホームラン、はい、で5回は森下ヒット、うん、続く大山がピッチャーゴロだったんだけども、うん、小笠原のエラーでノーアウト1・2塁、はい、ノーアウト1・2塁ノイジー、うん、本当だったら送りバントしたいところなんだけどもさ、うん、1点差だしね。そうですよね。だけどやっぱりね、強いチームっていうのは塁を進める、あの送りバントしなくてもしなくても、うん、でノイジーがライトへファールフライ気味だったんだけども、うん、それを向こうが取って、まあ、セカンドランナーの、森下がサードに進み、うん、1・3塁を作るんだよね、はい、で続く佐藤が、あの佐藤輝が1・2塁間を破ってヒット、うん、でなお攻撃が続いて木浪が犠牲フライを打つという、うん、大山が激走してホームに帰ってくるというね、うん、で6回は近本がホームラン、はい、でやっぱこう阪神見てるとさ、うん、相手のミスとかうまく点につなげていくよね、うんうん、乗じるというかさ、それが相手にとって一番苦しかったり、まあそうは相手にとったりしますよね。あそれそうだな、うん、それとはやっぱモチベーション的には下がってくるからね。そうですよね、打たれるよりもね、で、うんうん、でフォアボールも取るしね、はい、うん、で阪神はね、投手陣はこの日無四球、これはあの全体リリーフ陣も入れて ね、で本当ですね、うん、中日は6四球と、うん、まあ、エラーがかさみ敵地で14の連敗と、うん、ね、なかなか抜け出せないよね、うん、で大島はあと2で止まってるという2000本なんだね。ちょっとここから早く進まないかなってみんなワクワクしますけど、まあそうだね、はい、で、まあ、今季5度目の4連勝、うん、まあ、貯金が26、うん、マジック23、はい、でこの試合は京セラで行われたんだけども、うん、京セラでは8戦8勝というね、はあ、まあ、非常に相性がいいという。なるほど、はい、うん、ね、でミエセスが、うん、まあ、今日試合がなかったから2軍で試合に出させてくれと、うん、自ら行って逆転の満塁ホームランを打ってるという、まあ、プチ情報なんだけど、はい、でもねやっぱね、それだけみんなが自覚を持ってるということだよ。やっぱミエセスもあの必死にやってるというね、まあ、そういうことが伺えるし、外国人だけど ね、だから非常に頼もしく思うよね。はい、はい、うん、ということで、続いて巨人対ヤクルト、はい、巨人は山崎より菅野、赤星、うん、はい、ヤクルトは小沢、小川、うん、ロドリゲス、うん、ね、試合目8対4巨人、はい、1点リードの6回一挙4点を取られ逆転されるんだよね、はい、で山崎より、うん、なぜ崩れたかというと、うん、中村のスクイズに反応して、うん、バックトスでキャッチャーに投げるんだけども、これを失敗して、サンタナ・オスナに、連打されるんだけどもさ、うん、でもこの連打のされ方が、うん、ワンボールツーストライクって投手有利なカウントで、まあ、打たれてるということで、うん、まあ、ピッチャーを早々に変えていくんだけどもね、はい、で4対3で迎えた8回、うん、こっから巨人の野球だよね、うん、丸、ブリンソンが連続のホームラン、いや本当に ねすごかったですね、うん、丸同点、ブリンソン勝ち越しみたいな、うん、逆転でなお満塁を作り、うん、まだ休まない、ね、吉川があの満塁の走者を一掃するタイムリースリーベースというね、うん、まあ巨人らしい勝ち方をするなっていうね、うん、まあそんな感じがしたんだけど、ちょっと清水がね、はい、打たれちゃったね、ヤクルトの方が ね、うんうん、でこの日鈴木が移籍後初勝利、はい、
ね、よかったね。うん。うん、ね。まあ、そうだね。まあ、ヤクルトも、なあ、勝ちパターンに入ってこういう逆転をされると、初戦に、うん、まあ、後々やっぱり響くだろうなと思ったら響いちゃったね。本当ですね。はい。で、2試合目、はい、4対3、うん、巨人。うん、まあ、グリフィンが打球を当てるというね、頭に、練習中のね。で、菅野が緊急先発。これね、本当は3戦目に行く予定だったんだけど、うん、1日前倒しっていうことは、なかなかないんだよね。これは、後回しにするっていうことあるよ。ね、ピッチャーにとっては、うん、こう、なんていうの、準備不足っていうような形にはなりませんか？いや、なるよね。うん、やっぱ気持ちも出来上がってないし、うん、やっぱそのための調整期間だからさ、うん、でも前倒して、菅野が行くって言ってくれたっていうのはすごくね、男気感じるし、うん、あ、いいやつだなと思ってね。いいやつ。そうそう、すごいなと思って。うん、だけど、この日、昨日タイムリースリーベース打ってるね、うん、吉川が、うん、まあ、体調不良、はい、特例2023で抹消されるというね、うん、で、まあ、代役といってはなんだけども門脇が入るというね、うんうんうん、で3対0で迎えた7回、ツーアウトから門脇ヒット、うん、代打長の内野安打、梶谷タイムリー、うん、坂本を四球、秋広が2点タイムリー、うん、満塁からね、ツーアウト満塁から、はい、で同点になるんだよ。で3対3になる。でそのまま延長に入り、はい、11回、うん、門脇ヒット、ツーアウト一塁から梶谷が投手への内野安打を打つんだよ、うん、で坂口、はい、DeNA から行った、うん、坂口が一塁へ悪送球、うん、その間に一塁走者門脇がコーチの制止を振り切ってホームに突っ込んできたという、はい、でヘッドスライディングで勝ってさよならというね。これは大丈夫なんですか、そのコーチを無視して走るは。いやいや、アウトになったら言われるけど、うん、コーチも間違える時あるから絶対ではないし、うん、でね、門脇見てると一回サードを回ったところで止まるんだよね、うん、ただその状況を見て突っ込んでいくんだよ。でセーフになるという、もうこれはいけるっていう確信があったんでしょうね。そうだね、うん、だからその門脇って守備守備って言われてたけど、最近ではその足がね、うん、非常に評価されてもいいんじゃないかなっていうぐらい、うん、高いものを持ってるね、いいものを持ってるね。速いっていうだけじゃなく、こう走塁の技術というか、そういうことですか。感覚がいいね、うん、なるほど、まあ、判断力というかね、うんうん、で、はい、ヤクルトはこの試合を落としたことによって CS に自力でいけないという、うん、なるほど、自力が消滅という、はい、で巨人の方はバルドナードが初勝利というね、ね、うん、まあ、若手が躍動し、ね、ベテランが男気を見せて先発をしたというね、うん、まあ、すごいいい試合だったよ ね、 ね、みんなで頑張って勝ちましたね。そうだね、はい、まあ、小川もね、悪くなかったんだよ。すごく丁寧にいいピッチングをしてたんだけども、うん、ちょっともったいなかった ね、 ね、はいはい、で3戦目、はい、5対2、うん、巨人という、はい、2回ブリンソンのホームランで先制、うん、6回ロドリゲス、3つのフォアボール、はい、でノーアウト満塁、うん、これベンチとしてはたまんないよ。3つのフォアボールで満塁だもん、ノーアウト満塁。これはもうなんて言うんでしょうね、交代するとかそういったことは難しいんでしょうね。でもね、うん、ロドリゲスって、うん、たまにこういうことはあるんだけども、はい、まあ、来日3試合目かな登板だけど、うんうん、この前見たけど勝てるピッチャーなんだよね。ね、そんな話出ましたよね。そうそう。ただね、突然こう制球乱したね、この日はね。うん、で制球もね、そんなに悪いピッチャーではないのよ。うん、まあ、だけど巨人が粘ったのかな。うん、でフォアボール3つでノーアウト満塁。うん、で続く坂本が浅いライトフライ、はい。これタッチアップできないだろうと思ったの。うん、外野手前進してくるしね。そうですよね。うん、でも三塁ランナー門脇、はい、またタッチアップ。よく行ったなと思ってね。一番は度胸が座ってるんでしょうか。いや、もちろん度胸もないと、うん、やっぱね、走れないよ。そうですよね、うん、あのね、コーチ、サードコーチャーとしたら迷うとこだよね、うんうん、だから俺多分指示出してないんじゃないかなと思うんだ。迷ってる間にも
スタートしてたみたいな。だからもう任したって言うかも、ね、門脇に。でもう走って、うん、浅いフライだったんだけどさ、うん、まあセーフになったというね、うん、でなおもうワンアウト一二塁、はい、でピッチャー交代したんだけどもさ、うん、スリーボールから、はい、大西かな、うん、に変わったんだけど、ね、うん、丸がノースリーから、うん、ノースリーっていうかスリーボールからスリーランホームランってもう見事だったね。もう一番ヤクルトとしてはやってほしくない、うん、やっちゃいけないことでしたかね。そうそう、で丸は狙ってたね、ノースリーが、うん、スリーボールからね、はい、見事なホームランだ。はい、で8回1点を失う、うん、ね、石一塁三塁から、失った後にね、うん、山田のタイムリーでね、はい、でなおも攻撃が続いて石一三塁、うん、で村上、うん、船場様、はい、三振取った、うん、ね、で次のサンタナ、うん、船場様ってアンダースローなんサイドなんだよね、はい、でサイドって右打者ってすごく嫌がる人がいるんだけど、うん、ここで原監督が鈴木に変えるんだよ。これなんでか分かる？なんでですかね。村上と対戦した船場さんを見た時にやっぱいっぱいいっぱいなんだよね。なんかね、出力出し切ったっていうような、そんな感じだったんだよ。だからあえて鈴木を持ってたと思う。だからこの系統は俺は見事だったと思うよ、うん、なるほど。やっぱね、フラマ様の経験では村上サンタナって2人をあの場面で通るっていうのはすごく厳しかったんじゃないかと思うんだよ。もう息切れとかフーフー言っちゃいますかね、うん、だからここら辺がやっぱ経験を積んできた監督の魚っていう、うん、だから変えたんだよね鈴木が、はい、でね、鈴木がね、今日マスクをかぶった岸田、うん、はい、これが素晴らしいリードしたね。うん、で1球目まっすぐから入るんだけど、はい、何の反応も示さないんだよ、はい、で多分ね、俺も見ててこれフォーク狙ってるとか変化球狙ってるなっていうふうに思ったんだけど、うん、全部まっすぐで三振取った、あ、セカンドゴロ取ったんだよ。だからここら辺の岸田の洞察力というかさ、うん、これもやっぱ褒めてあげないといけないなっていうふうに思うよね。なるほど、はい、うん、でこの日先発した赤星、はい、3ヶ月ぶりの登板、はい、7回116球3安打8三振、2四球、うん、1つのデッドボール、はい、で無失点という、うん、今季初勝利、はい、まあ成長の後は見られたね。おー、やっぱスタミナもついてきてるんじゃないかなって思ったのは、うん、ずっと安定してたんだよね、うんうん、だからすごくやっぱ走り込みもして投げ込みもしてきたんだろうなっていうのと、うん、やっぱ制球力が良くなってんね、また、うん、だから素晴らしい投球成長を見せてくれたなというね、うん、投球をしました。はい、はい、でまあ9回、ね、うん、ピッチャー変わったりいろいろしてたんだけども、はい、川端が9回代打でツーランホームランを打つというね、うん、やっぱ川端ってすごいね。さすがですね、うん、自分の仕事はしっかりするなっていうような感じがするね、うん、やっぱり各チーム大事なところで出てきたら川端、うん、要警戒だよね。やっぱ嫌な感じしますよね。そうだね、はい、ということで、うん、ね、ここに来て3チームの熾烈な争いが面白いという、はい、どの、ね、もうね、ほっときましょう阪神は強い、ね、ほっとくしかないようなことになってますね。強いし ね粘り強いし、ミエセス、ね、外国人が、ね、二軍に志願して試合打席をに立ってくるって言って、うんうん、結果を出してくるとか、やっぱね、もうみんなが優勝にもう向いてるよね、完全に、うん、だからもうここの牙城は崩れない、うん、ということはもう広島、巨人、DeNA のこの3つのチームがどう A クラスを戦っていくのか、うん、だから広島もちょっと3位との差はあるにしても、うん、まだまだ安閑とはしてられないし、そうですよね、うん、だからどのチームが A クラスに入るかっていうのはこれからやっぱりちょっと面白いだろうなというふうに思います、うん、DeNA はちょっと今苦しいですけど、うん、なんとかくっついていってっていうことですか、まあね、はい、うん、まあ、次のカード、うん、中日戦はバーバーが投げるから、はいはい、ね、はい、はい、はい、続きまして、はい、
ね、はい、はい、こういう風になりました、はい、こちらも、日本ハムと楽天は2試合だったんですね、はい、で日本ハムが2連勝ということで勝ち越し、はい、西武とオリックスはオリックスの3連勝、はい、はい、ロッテとソフトバンクはロッテの2勝1敗の勝ち越しということになりました。はい、はいはい、さあまず日本ハム対楽天、うん、加藤ポンセ、うん、日本ハムはね、うん、楽天は早川松井、はい、ね、6対2日本ハム1試合目、はい、ね、まあ、この試合はね、なんといってもね、郡司だわ、うん、で高校は仙台育英、ね、大学は慶応大学、はい、甲子園で決勝を戦う、あ、まあね、複雑な気持ち、まあ、高校は違うからさ、ね、仙台育英だからやっぱ仙台育英の応援なんでしょうけどね、まあ、そうだろうね、うんうん、でこの郡司が2本のホームラン、はい、初回ツーラン、6回には3号ソロっていうふうに、もう3打点、うん、ね、もう本当に貢献したというね、うん、清宮も5試合ぶりのヒットがタイムリーになったという、はい、ね、打ってなかったんだけども、うん、やっとヒットが出たなというね、うんうん、で早川、はい、郡司に早慶戦で戦ってるんだよ、おーおー、ね、早川のコメント、うん、大学時代から打たれてるコースを打たれたと、もう覚えてるんでしょうね、覚えてるけど、うん、そこ投げんなよっていう話じゃない、いや、もう打たれないかなと思ったじゃないですか、まあそうかもわからんな、もう今は大丈夫だろうと思ったらやっぱりダメだったっていう、そうだね、うん、だからこの試合はなんといってもこの軍事の活躍がまあ光ったなっていうね、うん、ただその楽天はね、相手を上回る11アンダー打ちながら、うん、まあつながりが欠いたね、うん、それで2点止まりということだったんだけども、はい、まあ軍事はね、よかったね、うん、日本ハムに来て、本当ですね、はい、はい、ね、で続く2試合目、うん、10対4日本ハム、はい、エラーと2つの四球で、うん、ノーアウト満塁、うん、これ初回なんだよ、はい、ね、楽天の攻撃、うん、で島内辰巳のタイムリーで先制3点を取るというね、うん、3点先制だね、はい、でまあ作られ方が悪いよね、満塁を、うん、まあ、エラーから始まりフォアボール2つでノーアウト満塁って、うん、どうやったって流れ的に点が入るんじゃないかっていう、うんね、ただ島内がね、うん、まあ、この前のカードもそうだったんだけども、うん、まあ、ヒットが出だしたし、うん、まあ、よかったなというふうに思うんだけども、うん、まあ、しかしこの日も郡司、うん、ね、2回、タイムリー、うん、2点タイムリーなども含めて6点を取って逆転するんだよ、日本ハム勢いが出てきた ね。で3回にも郡司の2点タイムリーで、ね、うん、も加え3点を取るという4打点ですね、4打点、この日は本当に4打点の活躍、うん、で6回には万波が20号ソロホームラン、うん、はい、でキング浅村に1本差に迫るという ね。浅村も止まってくれてるからね、まあ、チャンスだよ万波ちゃん、そうですね、マンちゃん頑張って、いつの間にやらもう一本差というところで、ねえ、ね、ただ2試合とも軍事のね活躍がものすごい光ったんだけども、うん、やっぱ後輩にいい刺激をもらったんだろうね、そうでしょうね、あ、まあ、それとその早川との対戦、まあ、早慶戦で戦った、うん、そういう大学時代のまあ脳裏にあるものがなんかこう出てきたとか ね。で、まあ、早川だったら俺も打てるみたいな、そういう自信めいたものもあっただろうし、うん、で決勝の日にはね、そのまあどなんかお互い縁のある高校、うん、大学とか、うん、縁があるとこだったから、なんかそういうなんていうのかな、心を湧くものがあったんじゃないのかなっていうような気がするよね、まあプロに入る前のね、いろんなことが思い出されたんでしょうか ね。で4年の時にはね、郡司はこれ三冠王6大学で取ってる優秀なバッターだけに、うん、やっぱこう中日ではね、うん、目があんまり出なかったけども、はい、まあ、日本ハムに来てよかったねっていうふうに思うんですね、本当ですね、うん、はい、まあ、そういう2連戦でした、はい、続いて、西武対オリックス、うん、ね、西武、うん、エンス、うん、今井、隅田、はい、でオリックスはワゲスパック、山本、宮城、はい、ね、5対1、うん、オリックス、はい、まあ、2回、四球ヒット、デッドボールでツーアウト満塁から、うん、9番に入った広岡、うん、1走の3点タイムリースリーベースヒット、はい、で3点先制、
6回には2点を取り突き放すというね、うん、投げてはワゲスパック6回90球1安打9三振、はい、無失点という、はい、いいですか、ここからよく聞いてくださいよ。何でしょうか。オリックスは8試合連続で2得点以下で、うん、2得点だけだったんだけども、はい、点が取れなかったんだよ、うん、で廣岡の先制タイムリー、うん、3点というのは久しぶりなんだよね。なるほど。あ、これが大きかったよ。なるほど。で4連勝、うん、50年ぶり5戦連続1失点以下、おピッチャーを抑えているという。なるほど。だから3点取ったらもうその時点で勝ったというのもんだったんだよね。うん。で西武は3安打と元気がないという、ね、うん、ただ西武のその西川という選手がね、うん、プロ初ホームラン、はい、ね、え西川っていうのはすごく端正な顔立ちで、うん、活躍すると絶対人気が出るんだよね、多分俺の予想ではで、まあね、あのね、男前ですね、うん、今年のあのなんだっけ、あのワールドベースボールクラシック、うん、WBC で、はい、あの手伝いの選手で行ってたんだよね、うんうんうん、はい、でその時にもいい経験してたんじゃないのかなって、いいアドバイスとかもらってんじゃないかなと思って、うん、まあ楽しみにしてたんだけど、はい、出てくるのをね、うん、まあここのとこ最近使われるようになって、うん、プロ初ホームランが生まれたというね、ね、おめでとうございます。本当おめでとうございます。よかったです ね、まあこれからも活躍をね期待してますよ、うん、はい。で森選手オリックス、うん、まあ1000試合達成というね、この試合でね、はい、はい、もおめでとうございます。おめでとうございます。はい。で2試合目、うん、3対0、はい、3対0だよ。だから記録が伸びたということだよね。そうですね。6戦、うん、1失点以下、ね、これ投げたのが山本という、うん、で山本が7回98球5安打、うん、5三振、うん、無失点という、はい、でねこの試合ね山本はあんまり良くなかったんだよね、うん、で球もそんなに走ってなかったのよ、はい、で制球もまずまずだったんだけど、うん、まあ得点圏のケースが4度あったんだけどさ、うん、そのたんびにスイッチ変えるんだよね。出力を上げていくんだよね。まあさすがだなと思ってさ、うん、でこの試合で5三振ということはあんまり山本にしては取ってないんだよ三振を、うんうん、で打たして取ろう、まあ三振取れればいいや打たして取れっていうような感じで言ってたんだけども、うん、やっぱスイッチを入れるとやっぱ出力が上がって、うん、まあ相手を抑え込んでいくね、うん、でもだから調子は良くなかったんだけどももうやっぱりしっかり勝つというね、う無失点で抑えるというね、まあやっぱさすがだね。本当ですね、これ12勝目ですね、うん、そうだね、うん、で相手が今井、はい、で今井は6回123球まあ1失点だったんだけども、うん、まあ7安打されて5四死球、はい、フォアボール5つですね。そうだね、はい、だからねこれが痛かったね今井は、うん、そうですね、やっぱり、うん、で6回にして123球っていうのは、うん、球数も多いし、うん、やっぱ攻撃のリズムも作れなかったと思うんだけど、うん、相手が山本だから、うん、やっぱどうしても力むんだろうね、うんうん、それで自分のペースでは投げれなかったっていうのがこれを見た時に伺い知れるけども、ただ一失点に抑えてるっていうのはよく頑張ったなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、で3試合目、うん、5対0、はい、またみたいな、急にねもうね大丈夫になりましたかね、ね、はい、で宮城完封、うん、9回117球4安打12三振、うん、無四球無失点という ね、まあ宮城はね本当自在だけども、うん、これファーストストライク率、うん、84%、 すごい、なんか安心しますね。もうねストライク先行でいくから、うん、やっぱ自分の思った通りの投球ができるというね、うん、で打者を追い込むのも早いし、うんうん、まあ打ち取るのも早いよね。で相手が焦ってきて初球に手出すと、まあ、凡打の山を築いていくという。なるほど、うん、で打つ方は、はい、まあ、3回に宗のタイムリーから、うん、まあ、中川がスリーランホームランという、うん、で一気に4点取ってしまうというね、うんうんうん、で7回にはその中川がまたタイムリーを打って5点目を取るという、うん、ね、で7戦やって1失点以下、はい、ね、
宮城球場、うん、明日誕生日、あら22歳だって。まだ、お、本当かよみたいな。本当にね、思う。もうおっさんみたいな、可愛いけどね。可愛いけどね、見た目も可愛いんですけどね、もうこうなんていうのかな、マウンドで投げてる姿っていうのは22歳とは思えない。もう貫禄あるよな、うん、本当に。だからこのファーストストライク率 84% で取っていけると、うん、で無四球でしょ、うん、あら安定するわね。もう思うように投げれたこの完封の試合ですか ね、まあ、今季3度目のね完封勝利ということで、うん、ね、ああ見事だね、はい。まあ、オリックスは6連勝、うん、ね、はい、はい。続いてロッテ対ソフトバンク、うん、ロッテメルセデス、はい、中森、うん、三馬、うん、でソフトバンクスチュワート有原、うん、和田、はい、ね、はい。初回ポランコの先制ツーランで、うん、先制するも2回表栗原が同点のツーラン、うん、まあ、しかし3回中村がソロホームランで勝ち越し、うん、5回にはポランコタイムリーブロッソーが犠牲フライなので2点を取るという、うんうん。ソフトバンクは5番に DH でデスパイネを入れるんだよね、はい、でこれはメルセデス対策だと思うんだけども、うん、まあノーヒット、うん、ね、この日ノーヒットで都合27打席、うん、ノーヒットは続いてると。ちょっと深刻ですかね。そうだね、うん、で打率が0割8分8厘しかない。8厘ですね、うんうん、で、まあ、5番に入れてるんだけどソフトバンクの方は、うん、こういうバッターをやっぱ頼りにしなきゃいけないっていう苦しさってあるのかなって、うん、もっと違った形の選手を入れた方が良かったんじゃないかなっていうような気はするんだよね、うん。まあ、確かに途中で取ってきたから、うん、あの使わなきゃいけないのかもわからないけども、うん、でもこの8分8厘じゃさ、うん、打てないということだから。ヒットまだ3本ですね。そうで、うん、27打席連続ノーヒットでしょ、うん、でこういうバッターに頼らなきゃいけないという打線でもないと思うんだけども、うん、やっぱ頼ったばっかりにこういう試合になってしまったというね、まあ、デスパイネだけのせいではないけどもね。まあ、そうですね、うん、せいではないけども、うん、だけどちょっと考えもんだなっていうふうに思うね、うん、はい、はい。で2試合目、うん、9対5ソフトバンク、はい、中村晃が4安打、うん、ね、4回には3ランホームランで、うん、9回には6本の長打安打を集め4点を取って勝負を決めるというね、はい、まあ、9点を取るという、うん、でこの試合で三森が2安打、はい、柳田近藤ともに2打点という、うん、まあ、中軸がしっかりねこうやってしてくれれば、やっぱ点は取れるし、うん、勝ち試合を作れるよね、うん。でポランコはこの日、はい、ポランコ2度目の今季1試合3発を打ってんだよ。すごいですよね。すごいよね。もうなんか止まらない感じですね。だけど2試合とも負けてんだよ、うん、ね、それもあれ珍しいだろう、うん。で、2度ともね全部がソロホームランなんだよ。ああそうですか。だから、うん、これねツーランツーランツーランだったらこの試合多分勝ってると思う。そうですね。だけど全部ソロホームランだから3点しか取れてないんだよね。確かにね。まあ1人で3点取るってさ、うん、すごいことなんだけど、うん、なかなかこう勝ち試合にならないというね。もうこの日も5打数4安打でうち3本ホームランで3打点ということですよね。そうなんだよ。だから、うん、まあこういう記録も初めてのことらしいんだけどもね、うん、負け試合2試合ってそれも全部、うん、全部がソロホームランっていうのもね、うん、でこの試合まあロッテの春先はすごく中継ぎ陣が良かったっていうイメージがあったんだけど、うん、ここのところは失点がものすごく多くなったんだよね、うん、だからここら辺ではやっぱこうなんか中あの中継ぎ陣、うん、もう少し頑張らなきゃいけないぞっていうふうには感じました。はい、はい、ね、うん。で3試合目、はい、5対4、うん、ロッテ、はい、ね、まあ、初回三馬、うん、4球で3点取られる、うん、4球だよ、
何だったんだろうという柳田がスリーランホームラン、はい、で先制、うん、で4回には近藤がソロホームラン、うん、で突き放す、ね、しかし4回ブロッソーの犠牲フライ、うん、5回には内野安打内野ゴロの間に1点、うん、そして6回には6番安田から4連打で同点、お7回には石川の勝ち越しタイムリーで勝っちゃったと着々と点を積み重ねて気がつけば逆転していたという、ね、そうだね、はい、だからもうあれだよね4回から7回までずっと点が入ってるんだよ、うん、そうですね、もうソフトバンクどうしたって、うん、ね、思うんだけどもあの石川のタイムリーでそのまま逃げ切ったというね、うん、まあそういう試合の中で、ねうん、2番手に投げた坂本、はい、移籍後初勝利、よかったね、よかったですね。でもう一人のヒーローが今年あのトレードであった石川、うん、はいね、うん、まあ2人がお立ち台に上がってたけどもさ、はい、まあ非常に、まあ、トレードとか移籍とかね、うん、まあそういうものが非常に良かったなっていうような、生きてますね、生きてるよね、うん、でこの試合で、今日のロッテは下位打線が頑張った、うん、安田、ブロッソ、田村、岡、うん、はい、まあ、その中で田村のヒットも大きかったしね、うん、うん、だからやっぱりこう、まあ、1試合目2試合目見てるとさ、うん、まあ、ポランコだとか中村だとか、はい、まあ、そういう選手の名前が多く出てきたと思うんだけども、うん、まあ、この3試合目はその下位打線がね、うんうん、すごく頑張ったということで、うん、みんなが頑張りだしたかなという ね、 ね、まあ、そんな感じがします。三馬投手も負けがつかなかったんで、ね、まあ、そうだね、試合は勝ったので良かったですけど、まあまあちょっと心配ですね。そうだな、まあ、ただその4球で3点取られたけどさ、 そ、 まあ、その後はね、うん、まあ、近藤のホームランはあったにしても、うんうん、まあまあ試合はまとめていったからさ、そうですよね。ただまあね、初回から3点取られるとやっぱ打者はきついな、うん、はい、で荻野がちょっと怪我かもしれないという、ね、おお、また心配な感じですね、うん、はい、という3連戦でした。はい、はい、ということで、うん、直接対決で明日にも何かが起こるみたいな、パ・リーグは直接対決で、ああ、はい、というのは、というのは、うん、オリックス対ロッテ、おね、うん、まあ、そうですね、明日オリックスが勝ったらマジックが点灯します。ね、点灯する点灯するってなか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 ね、まあ、でもロッテも頑張ってんだよね。そうなんですよね。でエラーがありながら失点し、うん、みたいな、中継ぎがちょっと悪くなって失点し、 ね、 ね、どうなるかって言ってもソフトバンクには勝ち越したという ね、 ね、でも勝ち越したけども差は全然開く一方とい う、 うん、 ね、 ね、で何かが起こる、他にもう一つありますよ。直接対決といえばもう日本ハムと西武が当たりますね、うん、西武対日本ハムね、はいはい、はい、平対噂というね、先発ピッチャーが出てるけども、気がつけばいつの間にか日本ハム 0.5 ゲーム差に迫ってるんですよね。そうだね、まあ、一時期大連敗してさ、そうですね、もうダメかなと思ったら状態的には西武もダメだったんだな。今ね、ちょっと浮上してきてます日本ハムね。そうだね、うん、だからまあこういうところもまあ面白いかなっていうふうに ね、 ね、はい、はい、でセ・リーグの方は何といっても巨人阪神戦、はい、ね、うん、東京ドームかな、はい、あるけども、うん、まあ面白いと思うよ。巨人もやっぱり A クラスをね死守しなきゃいけないし、ね、で中日は中日 DeNA だしね、ね、もう巨人は3連勝ときた後のこの勢いでね、うわ、でやっぱ大事だしね、うん、まあ阪神の方は、まあ、3連敗は嫌だし、うん、まあ1試合ぐらい勝っときゃいいよってぐらいの気楽な感じで、多分、まあ、気楽ではないか、伝統の一戦だから、ね、あの、またまあ、そのぐらいの、うん、まあでも最低一勝するぞみたいな意気込みで来るだろうからね、うん、まあそういうところもまあ楽しみかなというね。また監督同士のね駆け引きも、ああ楽しみ、失礼だな、そのやそうだなまあでも楽しみだね、ね、はいはい、はい、ということで、うん、はい、まあ3連戦を振り返りましたけども、うん、はい、また台風がねちょっと来てるんだよね。なんかね、8月なのに多くないですか。まあ多いな、うん、だからまあ台風とか、うん、まあ、暑さとか、うん、怪我とか、うん、ね、そういうことにつながらないように、はい、まあ、健康管理を十分にして、うん、また3連戦楽しみにしております、はい、頑張ってください、はい。